Hello, this is Hiroshi h a y a s h i and Atsushi Sakurai.Mystery of skin of two ladies.Venus t e Miro vs. Michelangelo's Knight. 二、uh, 人の婦人の皮膚。ミロのヴィーナスとミケランジ l ロ n g e l o の Knight。桜井淳さんよりですね、ナイトの、uh, 像の、まあ、ナイトの像についてですね、おかしいという、まあ、メールをいただき以来、依頼 その像について考えてきました。これは森本悟志さんが送ってくださいました写真ですけども、まあ、この部分に妙なパターンがあるというわけですね。で、まあ、私はあの、一つの可能性としてですね、森本さんに相談したのは、あの、これは補修の跡なのかということも考えられるわけですね。で、それについて森本さんがこのような写真を送ってくださったわけです。で、これはあの、まあ、あの、その、 なってますかあの、ここはですね、その部分が、まあ、奇妙なパターンのある部分なんですけども、これは、あの、桜井ちさんが送ってくださいまして、これは何なのかというふうに疑問を提してくださいました。で、拡大してみますと、このような網目模様の妙な、ってますか、非常にきっかいになる、といいますか、パターンが浮かび上がってきたわけです。 で、これは何かということなんですけども、まあ、補修ということですけども、補修ではないんですね。他の方からも何人かからいただきましたけども、メケランジョロの彫刻にはこのような見目模様があちこちにあるんだそうですね。そして、あの、まあ、このような補修方法っていうのは、大理石の場合意味がないんですよね。またしてはならないわけです。メケランジョロの作品ですからね。で、それに対して、まあ、ケイミアさんからこのようなメールをいただきました。 またあの、岩尾高橋さんからですね、高橋岩尾さんからですね、これはあの 3D プリンターではなくて、ルータービットをつけた3次元加工機で作った可能性がある。というのことを教えていただきました。で、この問題はこの肩の部分なんですね。で、まあ、ここだけ補修するっていうのもおかしな話ですけども。で、まあ、 ポリゴンというのは何かということですけども、まあ、3D 加工するときにですね、まあ、人体をその、まあ、極小の平面に分けて、そしてその集合体であるという考えで、まあ、彫刻したり加工したり、あるいは変形させたりするという、まあ、あの、CAD ですよね。いわゆるコンピューターエ a ディザイニングマシーンですよね。デザイニングですね。そうした方法じゃないかということなんです。まあ、そういうことも考えながら次のビデオをどうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Atsushi Sakurai and Hiroshi Hayashi Japan.Michelangelo in s Japan. u s p i c i o n u n polished skin of a lady. 桜井淳さんという方からメールをいただきました。その中で、えー、ミケランジ e l の彫った彫刻について、えー、奇妙な皮膚を持ったのがあるから見てほしいと。そういうことなんですね。桜井さんからの メールを紹介しますこの本の中にその写真が紹介されていました。これはミケランジョロが彫ったナイトという像なんですね。 この像の背中に奇妙なパターンがある、そういうことなんです。これがその写真なんですけども、拡大してみると、奇妙なパターンが浮かび上がってきます。ご覧ください。 ちょうど、なんて言いますかね、バーベキューで使う網のようなパターンが背中に浮かび上がっているのがわかります。しかもそれがその、なんて言いますか、縦横、編んであるんですね。注意深くご覧ください。逆ならまだわかるんですね。彫り込んで、下に掘り込んでやるならばわかるんです。まさに浮き彫りの網なので海な、網なんですね。 浮き彫りの網ですよ、皆さん。まあ、これは何かと言われればですね、もう明らかですね。いわゆる、磨き忘れ、あるいは磨き残しなんですね。表の方はしっかりと弟子たちが磨いたのでしょう。しかし、裏側は忘れました。 もう一度桜井さんのメールを読んでいただきましたが、皆さんももう一度この奇妙な背中のパターンを見てください。こんなものを掘る必要はありませんね。言い換えますと、周りくどい言い方はやめます。ミケランジェロもダヴィンチもエイディアンの助けを借りていました。そして、 まあ今でいうハイテクの機械を使って彫刻をしたり絵を描いたりしていたわけです。これもその証拠の一つということになります。まあはっきり言えば弟子たちの手抜きということになるわけです。ですね。表の方はきれいに磨かれています。 これを調べれば彼らがどんな機械を使ったかも具体的にわかるのではないでしょうか結論を申し上げます。これらのパターンはですね、明らかにこれらの像が、まあ、ですね、いわゆる 3D プ,プリンティングテクノロジーを使って作られたという証拠の一つになるということです。で、ないと言うならば、なぜこんなパターンがあるのか、どうやって掘ったのか、あなたはそれを説明する義務があると思います。 どうも、桜井あしさん、ありがとうございました。大変なってますか良い証拠の一つをまた手に入れることができました。バイ。Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u Japan.Today's story is about the mystery of peeled off skin of Venus.Venus Venus de Miro.Why not have people realize it before?This is the greatest mystery.In Japanese, どうしてミロのビーナスの皮膚は剥がれ落ちたのかものは大理石です。大理石はですね、自然の大理石はですね、が剥がれ落ちるということはあります。それはあの時と場所、場所と位置を構わずですね、自然の中で割れる,割れるようにして剥がれることはあります。しかし一度できたこうした大理石の像のですね、皮膚が剥がれ落ちるということは、 考えられませんね。しかも、卵のカラーをめくるかのように、同じ厚さで均等に剥がれをしているわけです。皆さんの近くのですね、まあ、大理石の像を想像してみてください。まあ、緑のミイラスですけども、まあ、この肩の部分ですね。えー、マイコ・マスコさんが、マイカ・マスコさんが届けてくださいました。 で、これ見ても、見ていただくとわかりますように、やはりこの、なって言いますか、同じ厚さで均等に剥がれをしているわけです。で、彫刻家の方に聞きましたら、大理石の場合はですね、中に空洞があったりしたりするような場合にですね、彫刻している段階でパリンと荒れるんだそうです。で、それ、それは、そういうことはあるんだそうですね。え、あのー、しかし、皆さんもう一度考えてください。これ全体としては一つの大理石ですよ。 その大理石のちょうどうまい具合にって言いますかね、皮膚の部分だけが剥がれるようにして卵の殻をめくるかのようにして剥がれ落ちるということがあり得るかどうか。もう少しこの続くビデオの中で詳しくあの、お見せいたしますけども、マ川カさんから新しい写真を送っていただきましたので、もう一個これで検証しています。が、最大の謎はですね、なぜ皆さんがあれは誰でもいいです。今まで誰も この事実に気がつかなかったのか、もっと言えば、おかしいと思わなかったのかということなんですね。まあ、これは現代美術、まあ、あの、現代、あの、いわゆる天然大石を使った像を集めてみました。皆さんは、こうした像のですね、皮膚の部分だけがうまい具合に、なんて言いますか、うまい具合にと言いますか、その、はい。うまい具合にってちょっと失礼ですけども、剥がれるようなことを想像できるでしょうか。常識で考えていただきたいと思います。つまり、おかしいものはおかしいのです。 ね、まずその原点に立ち返って、そこからその事実を見直し、その理由を考えていくということではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time.、Uh, Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan.Venus in Miro with Fake Beauty. 虚構の美のミロの Venus. 皆さんこんこにちは今日はミロのヴィーナスをまさに丸裸にします第1話剥がれたヴィーナスのビミロのヴィーナスは大理石製ということになっています大理石製ですよ皆さんどうしてその大理石の像の像がですねこのように卵の殻が 剥がれれるるかかののように割れるのですか常識で考えてくださいそしてその下地にはですねなんと掘り込んだ線まであの後までついているんですよここですねということはどういう方法で作ったか,にかは分かりませんけども少なくとも私たちが常識的に知っている大理石性ではないということです第2はメロのヴィーナスは コピー性でしたわかりやすく言えば盗作なんですねこれは皆さんご存知のビロのヴィーナスですけども紀元前12030年ごろにできましたしかしその200年前にですね紀元前32030年ごろにすでにビロのヴィーナスの像はあったのですしかもですね紀元前32030年ごろのこの像はですねブロンズ製ということになっているんですいいですか皆さん 大理石製からブロン製のコピーはできます。中道技術によって。しかし、ブロン製の銅像からですね、大理石製の銅像を作るのは不可能です。常識で考えてください。しかも微妙に、ほとんど同じなんですけども、わずかな時間差を置いてデータを取ったんでしょうね。微妙に形が違います。あ例えば足が出てるとか出てないとか。 しかしこの今ご覧になった腰のラインなんかは全く同じなんですすなわちミロのヴィーナスは 3D フォトグラフ 3D プリンティング技術によって作られたということを第2話で証明いたしますミロのヴィーナスは皆さんご存知のミロのヴィーナスはまさに盗作でした第3話ミロのヴィーナスと手からガンダーラの仏像を代表する 釈迦竜像の髪の毛のパターンは同じです大きさはミロのヴィーナスはちょうど2倍ありますそこで私は髪の毛を1本1本精査してみました数、位置、ウェーブの位置同じなんですただし太さだけは乱数が欠けてありますから太くなったり細くなったりはしていますその違いを除けば全く同じなんですね その話をいたします。言い換えますと、メロのヴィーナスも、そしてガンダーラの仏像も、同じ 3D フォトグラフのデータベースを使ったということなんです。これについて、ガンダーラ美術はギリシャ彫刻の影響を受けたと言いますけれども、髪の毛がどうして影響を受けるんですか常識で物を考えてください。というような話を第3話でいたします。 長いビデオになりますけれどもこのビデオを見てくだされば皆さんのミロのビーナスに対するとか見方が180度変わることを私は確信していますどうかこのビデオを見てください Thank you very much Hello, this is Hiroshi Hayashi, Makote, Japan.Greek sculptures made with 3D printing technology.In Japanese ギリシャ彫刻は明らかに 3D printing technology を使って作られています。そして新しい疑惑がまた出てきましたので今日は報告いたします。見られたミロのヴィーナスの像です。で、この背中を見ていて 何かおかしいと思いませんかミロのヴィーナスは大理石でできた像ということになっています。大理石でできてるんですよ。じゃあお聞きしますが、なぜ大理石の像がですね、このように皮がめくれるかのように割れて、まあ、剥がれるのでしょうかまあ今までずっと見られてきたんですけども考えてみればこれおかしなことなんですよね。で、今まではあの いわゆるギリシャ彫刻の謎にですねまあ,あの論理的な側面から迫ってみ見ましたけども今日はですねこのなぜこういうこのようにミロのヴィーナスの皮膚がですねちょうど卵の殻が割れる剥がれるかのように剥がれて割れるかということなんですいわゆる大理石の像であればこんなことはありえないことなんですねもう一つ説明しますと もともとベーシックな、まあ、あの部分がありましてね、それにこのなんて言表面的な大理石を、まあ、塗り固めて、そしてということであれば、まあ、温度差であるとか、あるいはその、まあ、強度の違いによって、表面が割れて剥がれるということはありえますよね、今、割れて剥がれる様子をちょっと簡単に図示してみましたが、このように剥がれているわけですね、皆さん、石で考えてみてください。 いわゆるですかあの花崗岩の石で考えてみてください、このように石で作った像の表面が,割れ,るということが割れて剥がれるということがあるでしょうか、しかもです、ねその、いわゆる基礎の部分,のあの部分には、ね、このように今よ、ご覧になったように、傷がついているんですね、そして割れた部分についても、みんな均等の厚さで割れているということなんです、厚さがそのいわゆるま,だまばれじゃなくてです、ね、同じような厚さで同じように剥がれ落ちているということなんです。 いわゆる花崗岩の大理石の像で、いわゆる像で,です、大理石でですね、像を作って、その大理石の表面がですね、このように剥がれて割れるということ自体が、私はおかしいと言ってるんです。もう一度説明しますと、もともとこういう土台、基礎がありまして、そしてその上に、まあ、こういうものを塗り固めてですよ。例えば、さセメントがなん,いんで,すかモルタルでもいいんですけど、もろたれてもいいんですけども、その型を塗り固めて、そして像を作った。その後、こういうふうに剥がれて落ちたというならば、それはわかるわけですよね。 しかし、大理石は大理石です。もともと大理石なんですね。ということを悩んでましたら誠、誠さんがですね、大変重要な情報を送ってくださいました誠さん。誠さんですね、どうもありがとうございました。大変これ貴重な資料なので、そのまま紹介させていただきます。 まあこのような資料を誠さんがですね送ってくださいました。でそれによれば、今では 3D フォトグラフテクノロジーというのは極めて進歩しているですね。この右の自動車も 3D フォトグラフテクノロジー、いわゆる 3D プリンティングで作られているんですよ。でこれはまああの、まあ、プロトタイプの 3D プリンティングマシーンですけども、まあ 簡単なもん女性で,す、ね、で白いのがトナーでで赤いのがあのサポートトナーなんですね。サポートってことはあの形が壊れないように。 仮に固定していくんですよね。そしてこの、えー、まず白いので描いてんで、赤、ま、で、あ、塗り固めて、徐々,に徐々に上へ積み重ねていくという方式なんですね。これはまあ最近の,の 3D プリンティングのやり方だそうです。でこれを図しますと、まず下から、あの下から作っていくんですね。どんどん,どん,どん上,上へ塗り固めていくわけです。そして赤い部分はあの後でとととあの水なんか入れれば取れるようになっているんですね。そしてできたところで水に沈めますと、赤い部分があの溶けてそして、 元の形だけが残るとこれが最近の 3D プリンティングのやり方なんです。この方法でもう現在では実用化されています。例えば、リン酸カルシウムで骨を作ってですね、まあ、患者さんの人工骨とするとかあるいは京都大学はこれあの背骨の脊椎みたいです、ね、をあのにまあ人工的なものを作ると。こうしてまあ例えば 考えていくかまあ、でも、誠さんがおっしゃるには、ですね私が指摘してますようにあの、ギリシャ彫刻というのは、わずかな時間差を置いてどんどん作っていくんですね、いわゆるわほ,ほ,ほとんど同じ時なんですけども、わずかな時間差を置いて、えー、3D のデータベースを取っていくわけです、そしてそれを徐々に徐々に、々にこうなってますか、まあ、徐々にというかあの、機械にかけて掘っていく、まあ、掘るというか、目たにあー掘るという方はもあいませんね。 印刷ししていわわけけでですすプリン,ティングしたわけですねで以前はですね、マク琴さんからちょっとあの脱足になりますけども、これは真クトさんがおっしゃる以前はこのようにカラーで、極彩色で着色してあったんだと、あまあ、こういうふうに、まあ、あのその例として、まあ、見せてくださったんで、そしてその色が取れて大理石だけになってしまったわけです。えー、神殿もですねこのようにきれいに彩色してあったというわけですね。 またあの、他の像もです、ね、このように彩色してあったという例であの示してありますけれども、大理石の上にです、ね、色が塗ってあったというわけです。まあ、それはともかくも今、色が剥がれまして、まああの、ということになるわけですけれども、まあ、誠さんがおっしゃるには、これはまさに 3D プリンティングによって作られた像だというわけですね。 私はこれ以前精査したことあります。で、これがですね、まあ、あの、なぜギリシャ人、古代ギリシャ人といいますか、トール・ワイトですね、明らかにエイリアンが等身大の自分たちの像を作って楽しんでいたわけですから、トール・ワイトたちがですね、なぜ白を好んだかということはですね、例えば、タジマ・ハールであるとか、まあ、あの、そしてあの、 というようなその部分でですね、あの白を大変好んで、白い大石を好んで使っていたんだということを、まこ、あ、てさんはあの指摘なさっておられます。でまあ、あのところがですね、いくら白いといってもですね、石灰岩ですから、ねあのー、これがあの花崗岩の、いわゆる大石のもとですね、 で、これがですね、あの、大石と言いましても、その、いろんな大石があるんですね。人工大石もあれば、人造大石もあるわけですね。テラゾウとか、ま、人工大石。人工大石っていうのは大石のように見えるだけで、大石は使ってないんだと。で、テラゾルっていうのは人造大石っていうのは、ま、また別で、あの、ンにしてまた固めたという大石もあるわけですね。ま、もちろんそのギリシャ人のそんな技術はなかったはずですからね。ま、このパルテンの神殿にしてもですね、あの、れ合わせた部分のエラーはですね、いわゆる そのあ20分の1ミリ以下なんですね、そして接合部のエラーは100分の1ミリ以下なんですね、それはまああの擦り合わせながら作ったからそういうことになったんだ、いわゆる擦り合わせて、ね、作ったからそうなったんだっていうの、こすり合わせでも大変だったと思いますよ。 で、やっぱりこのギリシャ彫刻にもう一度戻りますけども、おかしいんですね。これは二人の、二つの像はですね、時間差を置いて、はい、今度こっち向いて、あんた向こう向いて、はい、写真撮りますよ、バチッと言って撮った感じなんです。これはですね、3D、いわゆるその、なってますか、プリンティングじゃなくて彫刻の方ですね。で作った像だというふうに考えられます。というのは大理石の模様がそのまま出てるんですね。あの、しかし、まあ、あの、白でないとこのような、ま、なってますか、あの、 あのいわゆるあざのようなあ模様が出てきてしまうんですね。で、これはまあ、ギリシャ彫刻でよく使われているいあのいや石膏ういわゆる花崗岩が取れる産、まあ、地なんですけども、あのパリパリにな,なったとこもあるんですけどね、まあ、でしかし、この産地で見ても分かるようにあの、花崗岩、すなわち大理石というのはですね、模様があるもんなんですよ。元々あのあのなんて言いますかあの 化石ですからね。化石があ、あの、大理石になっていくわけですから。で、これはのトレイの木馬なんですけど、これも妙なことが書いてあったんで、ちょっと注目したんですけども、トレイの木馬はですね、ここにね、接着大理石と書いてあるんですよ。ボンディドマーブルって。 私、このボンディドマーブルっていうのはどういうふうに解釈しているか分かりませんけども、もちろん現在の私たちが使うように、ボンドで接合したマーブルっていう意味じゃなくてい、いくつかのマーブルを組み合わせたっていう意味だと思いますよ。だってそんな接着剤があるはずもないんですからね。そこで 3D プリンティングについて調べてみますと、普通は積層造形法、今言いました先ほど見せましたように、プリントアウトし、プリント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 をどん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 上重ねて作っていく方法。それからもう一つは、3D プロターですね。これはあの、まあ、あのもう3四40年前から、 っってやってやましたけどもコンピューターにね記憶させておいて掘っていくってやり方ですね。で 3D プロッターと 3D プリンティングでプリンティングの方は先ほど言いました、ね、積み重ねていくってわけです。で o r g e ジライフ i f ビジネスのあるビジネス公式ホームページですけども、その作り方を説明していますね。まず1番、2番、3番、4番。先ほどあのミロのヴィーナスで説明したのと同じ方法ですけども、もう一度簡単にあの見ていただきますと、これはあの、の まあ今あのこれ、工業系の公式のホームページです。で、3D プリンターを今、もう製品化されているわけですね。そしてまああの、今、先ほどちょっと見せました、ね、左上のは、右の上の絵なんですよね。絵をこれはあの細かい細かいわゆる絵を,絵を何枚も何枚も重ねていくという手法なんですね。そして、そあとで赤い部分を洗い落とすと、そうすると中に形が出てくるというやり方なんですね。 あので,ですからプ、プリントアウト、プリントシ、またプリントシ、プリントシを何,何千回、何万回と繰り返しながら、そして青い部分を固めていって、そして赤い部分はそのサポートしておいて、赤い部分は水に溶かして、長い人を落とすというわけですね。非常に貸し、あまあ、この方法をそのあのギリシャ時代のト、ね、ール・ワイトたちが使っていたかどうかはそれは分かりませんよ。しかし、この方法だと極めて細かい精緻なあのものができるということなんですよね。 で、まあこの、この会社は、ですね、こんな高精度モデルも 3D プリンターでできますよと、あもお菓子もですね、このようにこのあの、いわゆるあすを、ね、固めながら作ることもできるし、このような複雑な形も 3D プリンティングでできると、さらにはこんな自動車まで、まあ、あの映画用,だ撮影用だ、撮影用だそうですけども、こんな自動車まで 3D プリンティングでできるんだということなんですね、それに思わせるような証拠が実はギリシャ彫刻の中に残ってるんですね。これ積み重ねて作ったかどうかどど、うしませんけど 左右の像のね切り口が全く同じっていうのも皆さんおかしいと思いませんか？そこでもう一つ大理石の謎に迫っていますけど大理石っていうのはですね、まあ、ご存知まあ真っ白っていうのは珍しいわけでしてあのないわけじゃないんです。このようにこのいろんな模様柄が入るのが当たり前なんですね。あのはい。 まあ、それどうして入るかと言いますと、言いましたように、この、あの、いろんな生物であるとかね、あの、貝殻だとか、いろんなものがね、か,か、あの、堆積して、それが何億年という時間を、まあ、ちょっとその時間分かりませんけれども、こうして化石化したものが大理石ですから、このように模様が入るのが当たり前なんですよね。ところが、まあ、ご存知のように、あの、ギリシャ彫刻は不思議なことに白すぎますね。これもあの、現地の、のギリシャ彫刻の最、 靴バーダンなんですけども、そこでもこんだけど模様が上から見て取れるということはですね、真っ白の、いわゆるそのこうしたギリシャ朝国に使われている像、像のようなね、真っ白なあの大理石が取れること自体がおかしいんですよね。 え、またその、彫刻家の方、ある方が教えてくださいましたけども、大理性っていうのは、掘ってみると中にクラック、割れ目があったり、空洞があったりするんだそうですね。ですから、それが出てくると、もう彫刻がダメになってしまうんだよ。だから、補災するんだよって話をしてくださいましたけども、どういうわけだか、このジギリシャ彫刻っていうのは見てくださいよ。あの、土台の部分と上の人間の部分の素材が違うように見えるでしょ。下の部分、これはあの、上の基礎を後で作ったというのにも見られますけども、どうもおかしいんですね。ここの下の部分と基礎の部分とがまた違うと思ういうふうに 見えるしまたそのこ,のこれはよ余計なことですけども、明らかにマシンカットしたな跡がありますね、なぜこんなことをしたんでしょうかということも問題はまた出てくるわけですけども、ともかくもこれなんか完璧に上とした素材が色が違いますよね、ですから下と上とは全く別の素材を使ったというふうにわかるです、これもなんとなくこう土台の部分だけ、あの台の部分だけあとで作ったというのも見られます。ままあこれをこれれをも薄いいそののて言いますかあの 板の上に子供を作って、そしてそのなて土台を張り合わせす。ここに、これはミロンとフィーナスと同じように剥がれがあるんですよね。そして足のところは綺麗にこうマシンカットした指がキラリ切り落とされているんですよね。というふうにこう、素材の世界から考えていっても、ギリシャ彫刻は謎だらけだということです。まあもう、もっともこれはなんか 3D プロッターの方でしょうね。同じ素材で基礎から全部作ったケースですね。これもあの基礎と上が同じだからというふうに考えられるわけですね。で、黒い部分は後からつけたと。で、これもおか,おかしいんですね。このあ 丸い部分は同じなんだですけども、次の木,あの木の部分は素材が違うと。で、これも、あの、おそらく 3D プロッターの方ですね。掘ったんでしょうね。ですから、まあ、エイリアンたちはですね、3プロ,プロッター方式で彫刻したり、あるいは 3D プリンティング方式で彫刻したりして、人はしていたと思います。ところが、これはおかしいんですよね。どちらのかは判別がつかないのもあるわけです。このように、右の方は 3D プロッターで掘ったのかなと。同じところに同じような線がある、傷がある。これは、あの、3D プロッターの の方だと思いますね。我はプリンティングの方かもしれません。あの、しかしまあ下の方の土台の色とは違いますね。で、これなんかはあのどちらかという風で反対しても判定しても難しいんですけど、これはまそれでプロターの方ですね。あの顔にムラが出ているってとは大石で彫り込んだんでしょうね。 あもし、プリンティングであれば、真っ白になって出てくるわけです。っていうふうに考えましても、この、えー、ミロのヴィーナスのこの剥がれ落ちた大理石っていうのは謎なんですね。どうしてこんな剥がれ落ちるのかって、まだ私たちに知らない未知のテクノロジーがあるのかなというふうにも考えます。あもう、第三の方法ですね。第三の方法があるというふうにも考えられるということですね。この方式はひょっとしたら、平和用のね、兵士たちの作り方と私は似ていると思います。あのー、 なってます殻、ね、だけを作っておいて中を後であでくり抜く平和の兵士は全部中をくり抜いて溶かして出したんですけどね同じことがミケ,ミケランジョロにつけたピエーター像についても言えるんですよ皆さんまあ、これは 3D フォトグラフテクノロジーで作られたということは以前証明いたしましたけども今日は素材の面から迫ってみたいと思います、えー、この前は、まあ、今まではねこの模様であるとか彫り方でこの 証明してきましたけど、この素材の面からも考えてもおかしいんですね。大石特有のここに線があるわけですよね。で、台の方にはその線があって、上の方にこの線が伸びていくんですよね。そういうところがですね、ペーター像のところで消えるんですね、この線が。 今ご覧に入れますからよく見てください。いいですか下の台の方は、これは大理石の特有の線が出てますよね。で、それが上へ上へと伸びていくわけです。上というか、まあ、線に連続線があるわけですね。ところが、ペーター像の方では別にこれ、あの、剥がれてるわけでもないのに、ペーター像の部分に来ると、この線が消えてなくなっているんです。そして、ペーター像全体にはこの線はありませんね。ということは、この線から上は 3D プリンティングによって作られた可能性が極めて高いと。いわゆる大理石をね、粉々にして粉末にしといて、それをまた 例えばレーザー構想念のような、ね、極部的に熱を発するような方法であ像を積み重ねていった、掘ったんではなくて積み重ねていったんでしょうね、真っ白ですから、あの同じ白いあの大石の粉末を使って固めていったということが、疑いが濃厚になってきましたね、さらに今これから証拠をいろいろ集めていますけども、こんな真っ白の大石像、でこれはあおそらくあの自然のマーブルで作られますから、村の出方が自然ですね、明らかに大石です。 が、やはりまた謎に戻りますけども、ミロのビーナスだけはどうして大石の皮がですね、ペロッとめくれるように剥がれをしたのでしょうか。皆さんもう一度考えてみてください。で、これはピエタ像です。ピエタ像ですけども、何度も言いますスリーフォログラフ。これはあの、あキイエス・キルトのコーダークの、マリアと比べてみると、謎が解けますよ。そのビデオはまた以前、まあ、あの出しましたので、また興味のある人はご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, City, Japan. This is a sort of a uh, private uh, answer to Mr. Christopher Lovinson, U.K., about ancient sculptures in Greece. I got a mail from Mr. Christopher Lovinson, and this is my answer in Japanese. Minasan uh, Christopher. あロビンソンさんという方からですね、まあ、このようなメールをいただきました。で、まあ、この方はですねあの、いわゆる彫刻の専門家なんですね。で、ロンドンのロイヤルアカデミーで美術を学びと、と現在も現役で仕事をしていると、そういう方なんですね。まあ、そういう方、まあ、あのもうこの前に、 2度ほどあのメールの交換しましたけどもあのそれについてのまあ何て言いますかそれについてというかギリシャ彫刻はねあの人間が作ったものであるとというまあ,あのギリシャ人にはそれができたんだとで、まあ、それに対して私はですね コメントに返事を書いているわけであります、まあ、こうした疑問といいますか反論は大変多いです。あのギリシャ彫刻は 3D フォトグラフテクノロジーによって作られたということに対してですね。でまあ、私がそういったそのこうした結論に達するにはですね、それなりのまあ前段階というのがあるわけです。決してそのロビンソンさんがおっしゃっているように SF 的な、ね、発想で。 いわゆる、そうなんて言いますかあの、直感だけにね、頼ってあの言ってるわけじゃなくて、最初はあの私自身もねあの、そうでは、そういうことはありえないなというような感じで調べ始めたんですよね。しかし、あ,あちこちでそういう情報がつながっていく過程の中でね、えー、だん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 疑念を持ち、さらに、えー、確認することによって、あの まあ、自信を持ったわけですよねあの自信を持ちましたそれでまあ,あのこうし、まあ、いろんなビデオで発表しているわけですでまあ,あの信じられないという方は結局はその古代ギリシャ時代にですねギリシャ彫刻の時代にですね 3D フォトグラフテクノロジーというものがあったのかとあるわけがないだろうというのが、まあ、大前提であるし私自身もまあごくていますか普通の常識 持っているんですよねですから私がそんなことを言えば相手の方はそう思うだろうなっていう程度のあ理解力はあるわけですから当然その辺りは慎重にまたその、まあ、慎重に地盤固めをしたわけでありますそしてその上で発表したわけですねでどうしてそういうことになったかっていうことなんですけども今皆さんにあのこうしてギリシャ彫刻をですね 比較検証しているのを見ていただいておりますけども、まあ、簡単に順に説明していきますと、ですね右の方はあの、えー、ダメキャランジョのダビデ像ですね、有名な、で左の方がギリシャ彫刻。まあこれ今あ、今のこれ見せてるのは浜松の会社がねあの 3D フォトグラフテクノロジーを使って、右のようなあの模型を作ることができるんですね。左のののはあのあの 別に右のような図形を作ることができる時代になったわけですね。ですから今から50年前にです、ね、あれ30年で見いいんですけども、3D フォトグラフテクノロジーのような発想ということを言いましたら、完全に無視されたでしょうね。まあ、その頃、まあ、私は1970年の終わり頃にはに、すでに NC ルーターの会社、浜松に2社あるんですけどもね、日本でも2社だけだったんですけども、いわゆるコンピューターに、ね、よる、コンピューター制御のカティングマシンというのが、あの でできてたわけですねその、えー、製品のカタログの翻訳なんかやってましたので、あのー、そういった機会があるということはすでに知っていましたし、あの当時、簡単なあの簡単なというか、まあ、簡単でもないですけども、も能面ね能面あの,能の時に使う、あのー、能面を,を掘る程度の技術はあったんですね、まあそのあ。その後も急激に進歩しまして、今皆さんご覧になっているような 3D フォトグラフテクノロジーというものが。 一般化したわけでありますあのそういった会社もあるわけですね。まあ、製造会社もありますしまたその 3D フォトグラフテクノロジーを使った、まあ、彫像なんかを作ってねあの売っている会社もすでにあ,のあるわけです。ですからあのなんて言いますかね 3D フォトグラフテクノロジーっていうのは、まあ、あの一般化しているということなんですよね。じゃあこれから少しずつあのギリシャ彫刻を見ながら皆さんにもう一度その、えー なぜ私がですね、ギリシャ彫刻は 3D フォートテクノロジーによって作られているかということを少しずつ説明していきたいと思うんですよ。で、まあちょっとあの、はい、あの、<laughs> あのはは早送りになってますから、あのうまくでき説明できるかどうか分かりませんけれども、頑張ってやっています。これはあの、一番初期の頃のギリシャ彫刻なんです。一番初期の頃はですね、あの、まああの全く同じものを作るということに、まああの、 エイリアンたちはですねはっきり言えばエイリアンたちはあの力を注いだみたいですね、例えばこの2つの像は別々のところで発掘されてますけども、まあ、痛みのね損傷程度は違いますから、違って見えますけども、基本的には全く同じなんです、いわゆるその大量生産品なんですね。ですから、こう両者比べてみますと分かる、それがだん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 ,だんだんというか、少しずつバリエーションを彼らは加えるようになりましたね。 しかし、あの残っている部分を、を同じ部分を調べると全く同じなんです。この場合、えー、向,か向かってというか、下,下ですね、左側の,あの大体棒を見てください。後の部分は色々ポーズを変えてますからあの、比較しにくいんですけども、大体部を見ていただくと分かりますように、全く同じなんですね。まあ、手,手だとか、そういうところはまた違,うところかあの違いますで、まあ。こういうふうにこうだんだんこう時代を追う,ご追うごとに、これもそ,その次の時代ぐらいにできてくるんですけども、顔を見てください。 で女性の顔なんですね。で、これ、あのこの女性の顔はですね、目が、あのややこう向かって右側の目が、あの上がり目って言いますかね、あのちょっとこうアンバランスな目なんですけど、そんなところまでも同じなんですね。ところが、不思議なことに髪の毛だけは違うと。で、最初にそこに気がついたわけです。どうして髪の毛だけは違うのかと。 こうした細かいね、まあ、そ、まあ、らく絹製品、当時も絹の、絹がね、中国からあのシルクロードをあってつくつあの伝って、あのギリシャにも入ってましたから、あの薄いこの衣をね、こうした表現していると。で、なぜ髪の毛だけは違うのかと。顔は全く同じであると。ね、そしてあの衣服も精緻なほどあの表現してあると。 ところが、なぜ髪の毛だけが違うのかということが私の最初の疑問だったんですね。と同時に、あの全く同じ髪の毛のパターンを持った像もあるわけですね。例えば、これはミ,あのミロのヴィーナスですね。ですけども、右は皆さんこの一番右を向かって右は皆さんご存知のミロのヴィーナスです。ディアナ像もそうなんですね。本当は3体あったそうですけども、今現存しているのは2体なんですけども、これら2つの像はディアナ像ですけども、 非常によく似てるんだけども、しかし違うんだということなんですね。で、どこが違うかというと、靴の紐はね、一本一本精査してみましたけど、全く同じなんですけども、髪の毛だけは違うと、そしてややポーズが違うんですね。ほんのわずかだけども、動いてるんですね、モデルさんが。ということはあの、まあ今、今風に言えば、3D フォトグラフのね、最初のデータベースを撮る写真撮影の段階で、少し動いたということなんです、あるいは少し間があったということなんですよね。 時間差があるわけです。ですから、わ,わずかながら動いていく。例えば、まあまあ、ここでもう一度、ビノル・ビーナスを精査していますけれども、アプロディーティアプロディーティというんですね、テイというか、アプロディーテイですね。日本じゃビノル・ビーナスと言いますで。これがですね、紀元前百数十年できるんですよね。 で私たちはこれをミロのヴィーナスと言って、こっちら右の方はですねブロ,ンズ像ですブロンズ像ですけども、紀元前320年できてるんですね、ごめんなさい。と,ということは、この2つの像の間には200年の差があるわけですであの。ここで皆さん注意してほしいのは、ですね鋳造で作ったということを皆さんおっしゃるんですね。あのロビンソンさんも鋳造で作ったということを言ってますけども、いいですかあのブロンズから 例えばあの大理石で作った像を鋳造してブロンズ像を作ることはこれは可能なんですよ。わかりますねところがあのブロンズ像からそれをあのコピーして大理石像を作ることは不可能です。方法がありませんね。あ唯一で,できる方法とすればですね大理石をこのあのドロドロに溶かしてやはり液体状にして液状にしてそして型にはめ込むという方法であるばで可能かもしれませんけどもね。 大石を溶かす、ね。ということは、それで可能かどうかという問題ですよね。まあ、それは分かりませんよ。そして、この2つの像を比べてみますと、全く同じなんです。ところが、わずかだけあの、衣服が動いてるんですよね。それから足あのあの、足が出てる、出てないという違いもあるんです。でもちろんあの、ミロロ・ヴィーナスと私たちが呼んでる像はあ手、両手が折れてますけどもね。 あの皆さん自身ではその特に腰のラインを見てください、ね、ここで足の出方が違いますでしょ、で向かって右の足が出てるというような違いはあるんですよね。ということから、私は、この、なんて言いますか、この、模国にしてはあの、なんて言いますか、あの完璧ではない、特にここも逆にここまで模国するんなら、なぜ髪の毛は変えたかという疑問が出てくるわけです。 なあち、髪の毛だけはですね、今でも、今っていうか、3D フォトグラフテクノロジーでも、あの写真を撮って、それをあの彫刻することは不可能なんですね。理由は簡単ですよね。髪の毛は細すぎます。ですから、髪の毛だけは他のデータベースを持ってきて、くっつける。あるいはあの、3D のねあの、彫像を作っている会社なんかでも、髪の毛だけは大体大まかに作っておいて、後で細かい線を、あまあ、例えばナイフのようなもので入れてるわけですよね。 でさらに私はあの、あの、ここで気がついたのは、今度は逆にですよ、ガンダーラの仏像、釈迦竜像とですね、それからミロル・ヴィーナスとは髪の毛のパターンが全く同じなんです。髪の毛の数、位置が同じなんですよ。ということは、同じデータベースを両方の像に使ったということになってくるわけです。ここで髪の毛の、髪の毛だけはデータベースを使ったなってことが、ここで私は気がついたわけです。 でこの精査には一週間ほど毎日ありましたからね、私。ですから、まあ、この髪向けとこの紙が同じだ。番号まではつけてやって同じだということを気って。ただあの、スタートラインが違うということと、ウェーブがかかってますからね。それから、あのー、ランダムの係数が、ランダム係数がかけてありますから、あの細い、太いは変わってます。しかし、同じなんですね。 でこの240号の中では、ミロのヴィーナスは盗作であったなんてね、まあ、あの、ギョギョしい名前をつけましたとですけども、その、まあ、なんてますか、前置きは少し長いんですけど、ね、この2つを見てください。作者も違うってことになってますよ。で、両方ともこれ、女性なんでしょうか、男なんか分かりませんけども、見た感じ、全く皆さん同じ顔だし、同じ作家だと思いますよね。ところが髪の毛だけは違うんです。ここがあの、実に初めに不思議なところだったんですね。どうしてここまで似せて作ってるのに、 髪の毛は、髪の毛だけは違うかという問題ですよね。で、まあ、あの、魚間にクエスチョンマークついてます。で、まあ、今度はこの像を2つ見比べてみてください。ポーズが少し違いますね。あの、手が上がったり下がったりしてます。髪の毛は違いますよ。もちろん、先ほど言いましたように。で、この像を2つ見て、全く同じものだということ。全くということはね、あの、基本的には同じだということに皆さんお気づきになると思います。 同じですね。あの、この部分の形も同じです。それから特に見ていただきたいのはですね、足の太さなんです。この微妙なラインっていうのはそんなに簡単にできるものじゃないんですよ。すると皆さんはね、これは鋳造で作ったというのをおっしゃるんですよね。ところが鋳造なんかでできるはずがないんです。大きさが違うんです。3倍と21センチと63センチですからね。それからこれは3人の女性というのはあの同じ女性なんです。体がみんな同じなんです。不思議なぐらい同じなんです。ところが、 髪の毛だけは違うんですよねよく見,て見比べてみてください。これはあの、まあ、多少、前も言いましたけど、スケベ心のある男性ならば同じ女性だということにがお分かりになると思います。ところが髪の毛だけは違うんですね。こうしたことを積み重ねながら、私は 3D フォートグラフテクノロジーだというふうに行き着いたわけです。例えばこの2つの像は、これらは2つとも大理石です。ところが、部分的によく見てくださいね。同じなんだけども、例えば、 何て言いますかねあの、向かって右側の膝が上がってますね、一方は左の方は。しかし、人は下がってる。それからあの足のラインが違うとか、首の傾きが違うとかということで、わずかながら違うんです。これらの3人の像もそうなんです。一人はあの左右が反転してますね。着物を見てくださればわかります、まあ。ともかくこの3人の女性は、ですね乳首がね、ちょうど右と左とあの、まあ、 あの乳首が、その、かんしてるか、かんしてないかという違いがあるんですですから、左右反転しているということがわ分かったわけです。まあ、あの、そうした、その、微妙な違いまで、あの、表現してある。これ、また後、あとで出てきますけど、あの、あの下に、あの、ニキビ、ニキビというか、吹き出物が出て,出てるんですね。それまで同じなんですよ。で、ガンダーラ美術についても同じことが言えるんです。わずかだけで、やっぱりバリエーションをかけてるんですよね。膝の出方。でからあの この中の2人はですね、髪の毛のパターンが逆に今度は全く同じなんです。今度はまたギリシャ彫刻に戻りますが、これらの3人の男性は同じ男性だということは皆さんお分かりになると思いますよ。えーまあ、同じモデルを使ったんですね。あのですから、師匠あの、ロビンソンさんが言うようにね、マスターの,その作品を真似て他の弟子たちが作ったというのは当てはまらないということなんですよね。 だったらなんでこんなふうにあのポーズが違うかということなんですけどもあの同じように作るんだったらポーズだって同じように作るはずでしょでこのあの先ほど言いましたこれ先ほど見せ,見,せ見せましたけどね大きさが全く違うんですよあの一,一人は2 1六十6 3ンチ,ンチちょうど台の,長あ長さをあのあ高さを取りますと、えー、ちょうど6 2ンチかちょうど、ね、あの3分の1という数字が出てくるんです。 でこれが鋳造,造で作ったんではないという証拠になるわけですね。でこれからお見せする3人も、やっぱり同じモデルといいますか、同じ男性を使ってるんですよね。ところが髪の毛だけは違う。だからだだ逆,逆,逆に考えてみてください。どうしてあの体なんかはみんな同じなのに髪の毛だけは変えたのかということを逆に皆さんお考えになってください。それからこれは有名な、まあ、有名というかよく知られた像ですけども、これは忍耐はですね、下着が同じなんです。 で上に着ているベルトであるとか上着は違うんですよね。ところが下着は同じ。ということは逆に言いますと下着を着たまま、ね、あの上着を描いてもう一度 3D フォトグラフのデータベースを捉えたすなわちカメラの前に立ったということになるわけですよね。 決してあの一例二例ではないんですよ、私が言っているのは。皆さんねあのちょ、まあ、そういうことじゃないと思う。なぜかというと、まあ、そういうことを言いますとね、まあ、強力な、強烈なの反論がぶつけられるだろうな程度のことは私にもわかりますから、それなりのね、あのなんて言いますか、下準備というか、調査をした上でそのように申し上げているんですよ。 でこれら2人もあの同じデータベースを使っていると、同じモデルを使っている、まあ、ただ、わずかながら時間差が違うということなんですよね。でこれは,、まあ、これはあのかなり損傷が激しいですけども、でも足を見てくだされば分かりますね。模刻模刻って簡単に言いますけどね、あのそれはあの専門の方はそういうふうにおっしゃらないかもしれませんけども、真似してちょあの、例えば大理石を掘る方が実は難しいんですよ。 それぞれもきちんと寸法を測らなくちゃいけないんですから、自由にパンポン、パンポン,ン掘っていくの方がむしろ楽ですよね、常識的に考えて。まああのものすごくそれで、また逆にここまでね、模刻できる技術、守った彫刻家であれば、模刻なんかしないでえ、自分の作品を作りますね、まあ。話戻しますけども、右と左、200年の間に差があって、そして右の方はブロンズ製で、左の方が大理石なんですよね。 そして、髪の毛だけは違うんです。似てるような髪の毛を使ってますけども、違いますね。そして、特にこの2つの像で注意してほしいのは、向かって左側の腰のラインなんです。 まあ、それ見て、見る、見る、見ると、ここですね。この、向かって左側の腰のラインをよく比べてみてください。そして、かけた布、掘り方のね、シャープ、あるいは、その、丸みっていう意味では、その、おそらくコンピューターにね、カテン、あの、カッティングするときに、そうした、あの、命令をね、あの、入れるわけでしょうけど、まろやかに掘れとか、するとこ掘れとかっていうようなことはやるでしょうけども、あとは同じな。